はい、どうもアコギの時間です。 J です。久しぶりのねアコギのギターの講座をね始めようと思います。よろしくお願いしたいと思います。コメントがね何個か来てるんですけど、ちょっと気づかないのもあったんでね申し訳ないですが、もし気づかなかったらまたですね、再度送っていただきたいと思います。今ですね確認できてるのが4つなんですよね。でこれがですね一番古いのから言いますと、ペンネームを書いてもらうと非常に嬉しいんですが、1週間前に始めたばかりです。やっぱり最初はコードを弾くよりドレミファソラシドをやった方がいいんでしょうかと、笑い笑いと、コードを弾こうとしてもビビる音しか出なくて困ってます。これからどうすればいいんでしょうか、笑い笑い教えてくださいという方と、あとはなんとかかんとかですね、この方、はじめまして、この度ギターを買ったのですが何をやればよいか、どのように練習をすればよいか全く分かりません、教えていただけると嬉しいですということですね。であとこちらの方がですね、弾いた時隣の弦に触れてしまうんですがどうすればいいでしょうかということですね。これはちょっと返してるんですかね、動画を作ってますと。であとは、ドレミファソラシドの動画に対してですけどね、説明ちょっと早いということですね。ファのあたりからついていけなくなると。ああそういうことですか。まあいろいろこういったのね、あの意見とかねコメントとか要望を書いてもらうとまた今後のためになりますので、やりやすいんですね。ですからもしよかったら遠慮しないでどんどんね、送っていただきたいと思います。はい、それではですね、この初めましての方からいきましょうか。今回はね、ギターを買ったんですが何をすればよいか、どのように練習すればよいか全く分かりませんという方から、はい、僕のやったのからね、まずギター買いましたよね。買ったらまずね、あの拭いてくださいね、拭いて綺麗にしてください。もう汚いですから。あとはあのチューニングですね。チューニングというのはギターを合わせるということ、合わせるにはこういったあのこれがいります。チューナーというのが、チューナーがもしなかったらあの iPhone とかでもできますので、チューニングに関してはあの動画を上げてますので、見ていただけたらいいと思います。リンクも貼っておきますので、まずはチューニングです。音を合わせるということ。チューニングをしたらあとは何をするかといったら、まあコードを弾くかドレミファソラシドですよね。でまあ見やすいコードとか、まあ一応まあ上げてますので、1本で弾けるコードとか2本で弾けるコード、3本で弾けるコード、そういったのもコードの覚え方もこれからまたやっていきたいと思います。あとはドレミファソラシドですね、調べてもらったら分かると思いますが、ドレミファソラシドもねあの結構上げてますので、まずドレミファソラシドをやって、その後コードと和音を覚えます。和音を覚えて、それから次は何をするかといったら、まあ、曲に入るわけですね、弾きたい曲で、ただ、自分の弾きたい曲とできる曲は違いますので、まずコードを覚えた中から曲をやるのか、そのやりたい曲のコードを調べて練習するのか、それはもう自由なんです。僕の場合はね、何だったかな、吉田拓郎さんの結婚しようよだったかな、 C かな。僕の髪が肩まで伸びてチャラララララララチャラララララですね。こんな感じで、好きな曲を決めてコードを練習する。比較的にこの C とか Am とか、まあ、F はちょっと難しいので F が入っていないような曲を探すといっぱいあると思いますので、まずあの自分の練習する曲を、まあ、何曲か候補に挙げて、練習していくのがいいと思いますね。であと譜面とかね、タブ譜があるんですけど、まあ、タブに関してとか譜面に関しては最初のうちからね別に僕読まなくてもいいと思うんですよ。読めたことに越したことないですよ。越したことないんだけど、最初から譜面やっていくともうギターができちゃできてないんで、ギターというのはこの、チューニングをしてそれからコードを弾けばもうそれで弾き語りとかできるわけですから、まずコードを覚えることが最低ですね。それで1曲完成すると。ホームページとかねまたあの整備して、初心者の方でもね見やすくね、やろうと思ってます。ということで、まずは最初の方ですね、ギターを買ったのですがどのようにしたらいいかということで、まずドレミファソラシドをね、リンク貼っておきます。それからコードの覚え方、コードを覚えて自分の、やりたい曲を見つけてください。はい、で自分のやりたい曲の見つけ方はですね、こういった本をですね、
出ていますので、これがね1000円ぐらいなんですよ。まあこれ1800円、コード3つで弾けるとか、コード5つで弾けるとか、例えばこの制覇なしと、制覇っていうのはですね F のコードなんです。 F がないコードで弾くか、まあ省略コードとか弾くかですね。こういったあの本がたくさん出ていますので、これの中からですね選んでもらって、まあ一応こちらも課題曲とかはね今後出していきたいと思いますけど、例えばですねその課題曲でも自分が好きじゃない曲を課題曲になると、なかなかこうテンションが上がらないですよね。だから自分の好きな曲を、ファンの人の曲を選んで、それをやるというのがやっぱり自分があの上達する早道じゃないでしょうかね。まあ僕らの頃はねもうフォークだったからフォークをやりました。まあロックとかもありましたけどね、そういったので覚えてきました。まあ好きなことを中心にやるという方があの長続きするんですよね。あの基礎をやりなさいとかいう感じでこう基礎ばっかりやっていくと面白くないので、やっぱり一曲完成させるのがいいんじゃないでしょうかね。まず最初に、短い曲でもいいですから、あのハッピーバースデートゥーユーとかあったけど、ハッピーバースデートゥーユーとか、ああいったのもコードが3つかな、3つぐらいでできた曲がありますので、そういったのもリンク貼っときますので、それを見て、今後ね課題にしていただきたいと思います。それで見てね、もし分からなかったらどういうところが分からないのか、明確に質問してもらったりです。コメントで難しかったら直接ね送ってもらっても結構ですので、メッセージが送れるようになってますので、ただチャンネル登録をしてないと難しいかもしれませんので、チャンネル登録をしてアカウントを作ってやればやり取りができると思いますので、そういった感じでねやってもらいたいと思います。はい、曲をね探すのに、まあ、こういった本がいいと言いましたけど、できればですねこういった五線譜で書いてあるのは難しいので、例えば本屋に行ってですね、この歌詞とコードが書いてあるこういった感じのを探すと簡単です。最初のうちはね譜面が読める人はいいですよ。だけどまあこういったので、例えば、ギターアレンジ2とかですね、まあいろんな本が出てますので、だからタブ譜とかいうよりか、こういった歌詞にコードが書いてあるこういった本の方がいいと思います。これも悪くはないんですよ、悪くないんですけど、最初のうちからこういった難しい、まあ、コードが書いてあるんでいいと思うんですけど、でもこれちょっとね最初はね見にくいと思うんですよ。だから僕らがやってるのは歌詞を書いてそれからコードを上につけるという方法をやってますのでね、こういったのも参考にしていただきたいと思います。はい、今回はですね、まあ、ざっくりいきましたけど、またこれからね、どんどんとこの確信に迫ったような出していきたいと思います。コメントくれた方はもうそれ一人一人、まあね、ビビるとかね、そういった感じとか、あのドレミファソラシドが早いとかいう感じのまたもう一回作り直しますので、またそのあたりは、見ていただきたいと思います。そしてね、またチャンネル登録というのはね、まだの方はねぜひチャンネル登録をして、また次回を見てください。今のですね方向性としては、まあ商品レビューとかね、いろいろごっちゃごちゃなってるんですよ。本当はこのアコギの時間1本でやりたいんですけど、ギターをやってる人なんかはそのギターばっかり見たいわけですね。商品レビューなんか見たくないんじゃないかと思うんですけど、なかなかそこはね、難しいとこあるんですけど、まあそのアコギの時間というのもね、また独立をしてやっていこうというのも考えてますので、もしよかったらね、今後も見ていただきたいと思います。チャンネル登録ぜひお願いします。そしてコメントの方もですね、でよかったら、いい評価、低評価はねなかなか、まあどうしてもこうね、テンションが落ちますので、高評価をつけていただきたいと思います。 J チャンネルでした。あ、失敗、あこぎの時間でした。また次回よろしくお願いしたいと思います。ではまた次回です。